奪えるか。まだ千葉がボールをキープしている。ラリベイがフリーで待っている。ボールを出した、フリーでシュート、決まった。これで千葉は6点目。後半から出場のラリベイが決めた。今のもいいワンツーでしたよね。そうですね、ラリベイもポジションの取り直しが見事でした。ね、右サイドに出てきたのもびっくりなんですけども。そうですね、アランダからラリベイへと